んだ、眠れないのか。奇遇だな、拙者もだ。それは小説か。珍しいものを持ち歩いてるな。前も思ったが、お主らどういう集団なんだ。ただのはぐれ者の集団だ。はあ、見るからにそうだな。まあいい、こっちも聞けたぎりじゃない。安心しろ、中はただの水だ。拙者は遊児付属だけが集っている集落出身でな。遊児付はこの見た目と夜行性の特徴から他の種族に理解されづらい。数も少なく政治ではいつも無力だ。だから集落の大人はいつもどの強者につくかで顔色をうかがっている優柔不断な連中ばかりだった。拙者は幼い頃からその諦めた考え方が嫌で仕方なくてな。少数派ではなく都会の主流になろうと、とにかく腕を磨いた。やがて努力は実って王都で騎士団入りを果たして念願の主流の地位を得たわけだが、現実は甘くなかった。配属されたのは騎士団ではなく日の目を見ない特務。主流に入ったつもりが主流の中の少数派になっただけ。最後は上の自分本位な判断に従いきれず、あっけなく追放された。そこから坂を転がるような転落人生だ。ついには息子の命すら守り損ね、気づけばかつて一番嫌っていた諦めている遊児付属になってしまっていた。だがな、お前たちに会って一つ気づかされた。この身に染みついた疎外感を乗り越えるためには力や地位、そして強い主君が必要だとずっと思っていたが、本当に必要だったものは仰ぎ見る主君ではなく横に並び立つ同胞、友人だったのかもしれん。これから仲良くしよう。お主は自由だな。よろしく頼む。孤高の隠遁者ハイザネ、彼こそ盗賊の美徳を心に宿すの。彼との絆を育てることであなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。不思議な縁もあるものだ。息子も死んでなければお主くらいの年になる。まあ見た目も背丈もまるで違うがな。せっかくだ、その小説拙者にも読ませてくれないか。これが幻想小説というものか。理想郷における差別について書かれているな。どれ、その世界では差別や不平等が法によって禁じられている。見た目や生まれを理由に不公平を課すことは悪徳である。その合意が民と国家の間に成り立っているのだ。おお、なんて世界だ。この国じゃ向こう500年は叶いそうもない理想だな。だがそういう理想が全ての民を幸福にするのか。拙者には疑問だ。多様性を認めることは個人差を認めるということ。つまりどうしても強者や弱者が現れる。不平等の全くない自由競争だからこそ弱者がすりつぶされることもあるはずだ。結局誰もが幸せになれる理想郷を実現するにはどうしたらいいのだろうな。拙者にも覚醒したこの力が己の理想へと導く力だというのなら、いつだって拙者は弱者のために使いたい。たとえ甘いざれ言だと言われてもな。
お主か。なるほど。うん。さて、では。ふう。どんな？それは実は乾杯だ。我が子よ、見ているか。かたじけない。お主か。かたじけない。ほう。じゃあ。
かたじけない。すまない。というのも、そうだな、やめておこう。わかった。かたじけない。実は どうした？いや、息子が。すまない。行こう。だが恩に着る。彼は今新たな力を。拙者も腹を据えなければな。帰ろう。お主か。懐かしいな。タダリ。ただ。まあ。すまない。
彼は。よろしく。ん？いや。ここは まあ、灰ざめ。すまん。お主か。というのも、しかし、
うん。拙者は。拙者は。いや。そうだな。我が子を再びこの胸に。すまなかった。ありがとう。お主か。恩に着る。そうだな。いや。ならば。あれだ。ふう。しかし。いや、それは。だが。拙者も買われた。なら彼らも。かたじけない。違う。
お主か。だから。なるほど。よし、かたじけない。皆の者、よいか。わかるだろう。いや、それは だが、我々が必ず。灰染め。いや。ありがとう。彼は今新たな力を。先で待つものは希望だ。行こう。
お主か。ありがとう。気づいたか。俺、骨壺はどこに。お主に告げず埋葬したりはせん。遺骨はまだ拙者が持っている。だが壺は処分した。小さな骨を立派な壺に収めるのが雄二夫の習わしでな。特に息子は本当に小さな骨しか残らなかった。その骨は今この胸にある。首飾りを作って中に収めたのだ。これからは肌身離さず共にあるつもりだ。拙者がやるべきは息子の死から目を背けることでも、どこかにひっそりと埋葬して終わることでもない。息子の無念を背負い、雄二夫を抑圧する世界を変えることだ。世界が変わるその日まで、拙者は我が子を抱いて戦地へ向かおう。相当遠い未来じゃない。ああ、そうだな。あと少しで腐った世界ともおさらばだ。お主のおかげだ。お主とはさまざまな議論を交わしたが、時折息子に諭されたような心地がした。苦い思いをしたことも一度や二度ではない。だがおかげでこうして決断することができた。光栄だ。お主と同じ立場にいるからこそ自分の生き方を後悔せずに済んだのだ。息子を弔うにふさわしい世を作れるのはお主だけだ。拙者はその希望を、お主をこの命に変えても守り抜く。嬉しいけど、命は大事にしてくれ。お主は優しいな。それが好きとなり命取りにならぬといいが、お主はもはや息子も同然。その命も理想も全て拙者が共に背負う。再び乾杯だ。我々と息子、それから子供たちの未来に。孤高の隠遁者灰ざめ、盗賊の美徳をなお強く抱き続ける者、彼と共にもたらされた新たな力であなた自身の宿命を必ず果たすのです。今宵の酒の味は一生忘れん。たまにはお主の話も聞かせてくれ。些細なことでもいい。お主とこうしている時間が貴重に感じるのだ。未来が楽しみになるなんていつぶりだろうか。Ha ha ha.